はい、おはようございます。集華堂の田中です。はい、私ども集華堂では、今これね、変なところでやってますけど、京都の某ホテルですね、今アート京都というイベントがあるので今出張に来てます。私どもでは幅広くですね、美術品を扱ってまして、買取なんかも積極的に行っているので、ぜひお問い合わせください。はい、ここでお見せするのはババン、両方とも誰でしょう、分かります？はい、これは中村正義という人ですね。東京のですね、読売ランドの近くに中村正義の美術館がありまして、今も娘さんが館長でおありになってます。中村正義はね、なんていうかな、まあなんていうか、こう枠にはまらないっていう人ですね。これ見てください、これ顔シリーズ。これね、一回日曜美術館かなんかでやったと思うんですけど、とにかくね、顔とかね、それから芸者さんをね、蛍光色で描くんですね。なんていうかな、この人言った言葉、美は醜なりとかいうようなことありましたけども、これ何が言いたいかというと、綺麗なものが綺麗なんじゃないよと。芸術の場合、醜いものこそ美しいってこともあるよっていうことを、まあはっきり言った人なんですね。だから、なんじゃこれと思うようなものこそやっぱり面白くてアートじゃないかという運動を、まだ現代アートなんていう言葉ない時に、やった人ですね。だから美術の中にいながら美術を壊すっていうことを、まあ、今現代アートってジャンルがあるんで、もう何て言うかな、壊すの当たり前じゃんっていうことになってるかもしれませんけど、まあ この人の生きた時代ってまだ昭和、それ大正までですからね、昭和30年代とかにやったんですね。この正義の絵お持ちの方いましたら、ぜひですねお問い合わせください。よろしくお願いします。